沢森野は日本の舞踏家である。浅草オペラの時代に活躍。その後、日本統治時代の朝鮮で隠しした。本名は深沢千代、旧芸名は沢道代。1890年3月19日、東京音楽学校出身の音楽家、深沢豊吉を父に、同じく東京音楽学校出身の竹子を母に深沢千代として生まれる。 記事については公式に、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ニューヨークと書かれているが、遺族の証言では、実際の記事は、父の故郷、群馬県前橋市ではないかと言われている。幼少時代は、父の不任先の富山や滋賀で過ごし、裕福な生活を送っていたが、東京に越してきた満11歳の時に、父、昇るよ吉を亡くす。その後はおじに引き取られ、 東京女子師範学校付属高等女学校に入学。その頃から同時にダンスを習い始めている。1911年、満21歳の時に帝国劇場歌劇部第1期生に応募する。しかし実際は間に合わずに期生として要請されるはずであったが、歌とダンスに堪能であり、舞台映えする用紙であることを理由に、急遽第1期生として抜擢され、 芸名沢沢道を名乗る。後歌劇部教師となった、イタリア人オペラ指導者、ジョバンニ・ビット・オリオローシーの指導と演出を受け、彼の勧めで1915年、沢も、リノと改名した。この間、帝国劇場のバイオリニスト、小松美希さんと結婚する。1917年、同じ帝国劇場出身の石井清志らと、東京歌劇座を結成。 浅草公園ロックの日本館で公演した。当時、河合澄子と人気を2分したダンサーである。その後は、石井のオペラ座、自らの沢森の一座で活動した。1930年、浅草ロックの玉木座に旗揚げされたレビュー団、プペダンサントに参加する。1933年5月14日、満州巡業の最中、たどり着いた先の挑戦の劇場で、 品種の白鳥を公演中に突然倒れ絶命したという。しかしこれは当時のマスコミの創作であり、実際は劇場の近くの宿の一室で心臓麻痺により休止していた。四43歳没。沢もリノの活動時期は大きく4つに分類される。ありがとうございます。